脳動脈瘤とは、人の脳内部で、何らかの理由で動脈の血管壁に脆弱性が、発生たために、血管壁が、こ部状に変化した病変である。その大きさは、1ミリメートル程度の微小なものもあれば、25ミリメートルを超えて、巨大脳動脈瘤と呼ばれるものまで存在する。静脈とは異なり、主に心臓によって付与された圧力が強く付加される。 動脈は少なくとも内側から血管内皮細胞、中膜、さらにそれを包む外膜と3層以上の構造体が見られる。もし脳でこれらがすべて一気に破れた場合には脳出血が発生する。これ対して何らかの理由でこれらの構造体の一部が失われると特に動脈の強度を保つために重要な中膜が失われると 動脈内の血液の圧力に耐えきれず、次第に膨らみ動脈瘤が発生しうる。これが脳で発生したのが、脳動脈瘤である。脳動脈瘤が発生する数は一つとは限らず、約2割の確率で、頭蓋内に、複数の動脈瘤が発見される。動脈瘤の部分の血管壁は、基本的に注膜をかいているために、 正常な動脈の血管壁と比べて破綻しやすく、その場所で破裂して、そこから出血が発生しやすい。なお、破裂していない脳動脈瘤は、未破裂脳動脈瘤と呼ばれる。脳の場合は、そこで出血すると深刻な影響が発生し得るため、発見された未破裂脳動脈瘤が、その後、どのように変化するかについて興味が持たれ、 盛んに、疫学研究が行われてきた。なお、多くの脳動脈瘤は、蜘蛛膜下空に形成されるので、これが何らかのきっかけで破裂すれば、蜘蛛膜下出血が発生する。蜘蛛膜下出血の原因として、最多なのが、この部位にできた、脳動脈瘤の破裂だと言われる。大脳動脈瘤と、脳動脈瘤の後発部位。脳に、 動脈瘤が形成される確率の高い部位とは、動脈が分岐している場所である。したがって、大脳動脈輪の分岐部に特に形成されやすい。先天的な血管の気形で、中膜の欠損が存在していた状態で、内断性板の断裂が加わり、そこに血圧の負荷が加わった結果、次第に脳上に膨らみ、動脈瘤が形成されると考えられている。これには、 また遺伝的要因も否定できず、疫学研究の結果によれば、脳動脈瘤の家族歴がある場合は、その発症の確率が高まると言われている。脳動脈瘤が破裂しない限りは、原則として無症状である。ただし、脳動脈瘤が脳神経や脳の神経細胞などを圧迫した結果、それに応じた症状が出る場合もある。例えば、 内形動脈と後交通動脈分岐部に発生した脳動脈瘤や脳底動脈と上昇脳動脈分岐部に生じた脳動脈瘤では動脈瘤による圧迫で同側の動眼神経に麻痺をきたす。なお、これらの脳動脈瘤が原因の動眼神経麻痺が出現してきた場合は動脈瘤の破裂が切迫してきた状態と考え早期に治療が必要と言われる。 動脈瘤が大きいほどに破裂の危険性も高く、そして動脈瘤が大きいほどにこのような圧迫が起きやすいためである。なお、最大径が 25mm 以上のいわゆる巨大脳動脈瘤と言われるサイズにまで膨らむと動脈瘤の部位に応じた圧迫症状が出てくることが普通である。一方で脳動脈瘤が破裂すると頭蓋内出血の症状が出てくる。 特殊な原因で発生する脳動脈瘤として、細菌性脳動脈瘤や外傷性脳動脈瘤が挙げられる。なお外傷性脳動脈瘤は、受傷後、しばらくしてから破裂し、急激な天気を辿る場合が見られるため、注意が必要である。どのような原因で発生した脳動脈瘤であれ、基本的には、画像診断が重視される。画像診断によって発見された、 未破裂のお堂脈瘤が、その後、どのような経過をたどるかについて、数々の疫学研究が行われてきた。以下に、その例を記載する。未破裂のお堂脈瘤が発見されても、それが破裂するリスクが、極めて低いのであれば、経過観察に留める。選択肢は、十分に現実的な選択である。また、少々の破裂のリスクであれば、直ちに治療は行わず、 定期的な経過観察を行い、動脈瘤の正常に変化が起きていないかを確認して、変化が起きてから、初めて治療を行うという選択肢も、十分に考えられる。ただし、経過観察を行う場合には、禁煙の実施、大量飲酒習慣の是正、高血圧の治療を行い、動脈瘤の破裂のリスクを低下させることが普通である。なお、高血圧の治療のために、 高圧剤を投与すると、それが今度は、高圧剤投与によって、脳梗塞の誘発など、新たな疾患のリスクを増加させることなども鑑みて、方針を決定する。なお、喫煙や大量飲酒のような、直ちに取り除けるリスクについては、直ちに取り除くことが求められる。必要に応じて、タバコや酒に対する、依存症の治療も行う場合がある。 このようにして、脳動脈瘤の破裂のリスクを低下させた上で、半年か一年ごとに画像検査を行う。また、経過観察にて、動脈瘤の拡大、変形、または、動脈瘤に随伴する症状の変化が明らかになった場合は、方針の見直しを行うことが推奨される。一方で、脳動脈瘤の破裂のリスクが高いと判断できた場合には、 脳動脈瘤を破裂しないようにするための外科的な処置を実施した方が良い場合がある。特に平均寿命や基礎疾患などを加味しても脳動脈瘤の破裂さえ起こらなければ今後10年や15年は十分に生存しているであろうと考えられる場合には外科的な処置を選択した方が良い可能性が高まる。クリッピングと コイリング脳動脈瘤の破裂を防ぐために実施され、うる。一般的な外科的な処置としては、解凍手術を行って、動脈瘤の根元にクリップを装着して脳内に、クリップを残して、破裂を防止する。クリッピングと、適切な場所の血管を切開して、カテーテルを脳動脈瘤まで到達させて、動脈瘤の内部に、カテーテルから詰め物を送り出す。コイリングが挙げられる。 イサット試験、クラット試験では、クリッピングとコイリングの治療法の効果には大差がなかったとの報告が出された。従って、コイリングは、解凍手術と比べれば、圧倒的に侵襲が低いため、有利である。さらに、多発性動脈瘤でも、動脈瘤の正常に問題がなければ、コイリングが有利である。しかしながら、 動脈瘤の付け根の部分の幅が広い形状の動脈瘤では、コイリングで動脈瘤の内部に十分な詰め物を施しがたく、この場合はクリッピングの方が良い場合が出てくる。さらに、巨大動脈瘤にコイリングを施しても再開通率が高いため不利である。また、動脈瘤が脳組織や脳神経を圧迫して何らかの症状が出ている場合には、 クリッピングで、動脈瘤を絞ませた方が良い場合が出てくる。それ以外の外科的処置侵襲性の低いコイリングが万能ではないように、侵襲性の高いクリッピングも万能ではない。例えば、脳動脈瘤の根本の部分が非常に広いとか、脳動脈瘤の形状が著しく不正である場合などである。その場合には、動脈瘤に血液を送り込んでいる動脈を、 閉塞させて、動脈瘤に血圧が付与されないように、いわゆる、親動脈筋異部閉塞術を行う。ただし、それでは、動脈血の供給が絶たれた脳組織に深刻な影響が出ると判断された場合には、血管の移植なども同時に行って、閉塞させた箇所をバイパスする、新たな血行路を作成する。なお、 トラッピングすら困難な場合は、動脈瘤秘法術などを考慮する。外科的処置のアフターケアいずれの方法で治療を行ったとしても、例えば、コイリングなら治療後も不完全閉塞や再発などについての経過観察が必要である。また、例えば、クリッピングの場合でも、それが完全に成功したとしても、再発や申請にて、 蜘蛛膜下出血が20年間で12%認められるため、経過観察は必要である。したがって、治療を行ったとしても、取り除けるリスクである禁煙などは、継続する。日本の脳卒中ガイドライン2009、脳ドックガイドライン2008によれば、以下が推奨されている。未破裂脳動脈瘤が発見された場合、患者の背景因子、病変の特徴、 未破裂脳動脈瘤の自然歴及び施設や術者の治療成績を勘案して治療の適用を検討する。未破裂脳動脈瘤の自然歴から考察すれば原則として患者の余命が10から15年以上ある場合に下記の病変について治療を検討する。詳しくは未破裂脳動脈瘤の自然経過に関しての報告の節を参照。 誤解を恐れず変異に説明すると、イメージとしては、動脈の外膜だけで血液の圧力を受け止めているため、外膜が大きく膨らんだ状態といえば分かりやすいかも、しれない。したがって、非常に脆い動脈瘤である。ありがとうございます。